はい、どうもおはようございます。オレンジ先生です。よろしくお願いします。毎朝計算動画32日目ということでね、2の何乗ですか、5乗ですかね、 2×2×2×2×2 ということでやっていきたいと思います。ちなみにね、この結構前の動画でも言ったんですけど、ここに貼るイラストがどんどんネタがなくなってきて、どんどん関係なくなってるって言ったんですけどね、まあそれ相変わらず続いてて、こう毎朝ここのプチ大喜利をねやってるんですけど、今回のこのイラストは耳掃除を嫌がる子供っていうねイラストでした。ちなみにイラスト屋っていうねサイトがあるんですよ。まあ有名なサイトなんですけど、フリーイラストのサイトで、そっからね毎回選んでるんで、まあなんかなんだろう、多分ここ楽しみにしてるユーザーは多分いないと思うけど、まあ、毎回ここでね、ここ何しようかなっていうのを迷う時間、結構この動画作成時間ね、まあまあの時間占めてるんで、まあちょっとちょこっと、ね、主張しておきます。はい、ということで括弧1番はカリタス女子中学校、括弧2は広島学院中学校、括弧3番が、西大和学園中学校、括弧県外ということでね。はい、この県外っていうのは多分ですけど県内もあるんですよ。だから奈良県内の人と奈良県外の人で問題が違うみたいですね。なかなかないタイプの、奈良県を優先して取るかな、わかんないですけど、そういった学校のようです。はい、ということでですね、基本的に入試問題から抜粋しております。今回のオレンジ先生タイムはなんと3分4秒ということで、最近はもうスプリント毎朝計算がね続いておりますが、5分とさせていただいております。問題を移す時間も含めての5分。さあ今回も簡単なんでしょうかね。はい、それでは良ければね、タイムなど質問など、コメントを気軽にぜひぜひやってください。はい、ということで白い紙とペンをご用意ください。始めていきます。3、2、1、スタート。
はい、というわけでそこまでにしたいと思います、まだね解きたい人は動画を一旦止めて自分の納得いくまで解いてみてください。それでは、回答を見てみましょう。ドン。カッコ1が9分の5、カッコ2が6分の5、カッコ3が35分の9でした。いかがだったでしょうか。それではカッコ1から見ていきましょう。はい、まずカッコ1番ですけれども、まあもうこれはミスっちゃいけないような問題ですね。小数もない分数のみの問題で、しかも計算量も3回だから、もうあとはもう計算の順序間違えずに、この過分数にするの間違えないとかね、簡単なミスをしないと、しかも難しい約分もないですからね、最後も11で綺麗に割れちゃいますから、これは絶対にミスちゃいけない問題ですね。特に工夫の要素もないので次に行きたいと思います。カッコ2番。はい、カッコ2番はねちょっとだけめんどくさそうなんですが、でも 0.1258 分の1に直したり 1.25 をね4分の5とかに直しさえすれば、そこまで大きい数字は出てこないですね。ややこしい分数も出てこないので、あとは一個一個ミスなく落ち着いて、テキパキとやっていくといった感じですかね、まあ、まさしくゴリゴリ素早く間違えずに解いていくような問題です。はい、カッコ3番、これもそうですね。はい、これはもう順番書いてみると後ろからどんどん計算していくと、でそして逆算パターンですね。はい、でこれに関しては小数もないので、もうただ、全部過分数に直して、どん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 計算していくと、いったところですかね。特に工夫もなく難しい分数も出てこないし、変な約分も出てこないので、これもミスっちゃいけない。だから今回に関してはもう僕のタイムもね早い3分4秒ということで、簡単な問題が割かし簡単な問題が3問続いているので、これもミスっちゃいけない。ほぼほぼ暗算力というかね、単純な簡単なところの簡単なレベルの計算力が試される3問だったのではないでしょうか。5分以内にね3問全問正解できましたでしょうかね。はい、できなかったら、例えばもう一度解いてみるとかね、明日頑張るとか反省するとか対策を練ってみてください。はい、ということで今回は以上にしたいと思います。勉強になったよという方はぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録まだの方はポチッとよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、オレンジ先生でした。バイバイ。また明日。